やっぱじゃがりこが一番おいしい？そうでもない。こんにちは、はじめしゃちょーです。というわけで今年もやります、はじめしゃちょーの畑のオーディション第3回目開催でございます。俺と一緒に働かないか。はい、というわけで詳しい内容はですね、一応畑の方でも動画出してるんですけども、まあここは僕のこう心の思いと言いますか、どういう気持ちでオーディションを開催しているのかっていうのをちょっと説明していきたいと思います。募集要項がいろいろあるんですけども、まずは男性ということ、そして20歳から25歳で顔出しができる方で、採用が決まったら半年以内にこちらで一緒に動画作りできるよっていう方、そしてはじめしゃちょーの畑のチャンネルメンバーとして専用でできる方で、あと既婚の方とか未婚の場合で子供がいらっしゃる方も今回のオーディションは募集対象外とさせていただきます。ちょっとなかなかこう流動的で何が起きるかわからない仕事なんで、はっきり言って責任は持てませんが、一緒に動画作っていく人がいたら嬉しいなということで今回も募集しております。まあ、はじめしゃちょーの畑ね、もうすぐ作って約3年経つわけなんですけども、はじめしゃちょーの畑なんですけども、まあ大地君が抜けて結構その穴が大きいというか、そもそもね、なんかね、はじめしゃちょーの畑をね勘違いされてる方が多い気がして、俺全然同じメンバーでずっとやってきますとか固定メンバーですとかそういうつもり全くなくて、1本目の動画でも言ったと思うんですけども、とりあえず変化し続けるチャンネルを作りたいなと思っておりまして、なんかこうね、東海オンエアとかフィッシャーズとかこの決まった人たちでやっていくチャンネル、もう全くもう考えが違うんで、なんかもっと人がもう入れ替わり移り変わりワイワイになっていくようなイメージなんですけども、とりあえず変化をもたらしたいっていうのが大事にあります。まあその考えもずっとこれでいくとは限らないんですけども、一応現状は俺はそんなこいつらで一生やっていきますっていうつもりももとないし、逆に入ってやっていきたいと思ってくれるんだったら俺はずっと一緒にやっていきたいと思うし、かといって別に目標が出たら俺全然やめてってもらってもいいと思ってるんで、それぐらい実は緩くはないわ、いろんな人がいろんな役割を持って、なんか俺も参加して人との関係とか作っていくチャンネルを作りたいと思ってるんで、ぜひとも個性が強い方、なんかそう、俺が一番気にしてるのがね、そのはじめしゃちょーの畑ってついて、なんかはじめしゃちょーありきだみたいな雰囲気がどうしてもあるんですけども、僕が作ったに過ぎないんで、一番僕が求めてるのはその自主性というか、まあ僕はもちろん楽しみますし出ますけど、まあそんな僕よりももっともっと畑を良くしたいとか、自分で言うのもおこがましいと思ってるんですけども、はじめしゃちょーの下で働いてみたいとか、 YouTube 楽しそうだなと思ってる方がいたらぜひ応募してもらえると嬉しく思っております。まあいろいろつべこべ言ったんですけども、3つだけ俺がどうしても求めているものあります。1つ、やる気、もうこれがないと始まんないです。はじめしゃちょーに乗っかって楽して人気になりてえとかそういう考えでは絶対来てほしくないです。なんとなくそういうのオーディションでわかるんで、うわなんか狙ってんなみたいなのなんとなく感じれるんで、なんかそういう甘えた気持ちなのはちょっと俺は嫌だなっていう、僕がはじめしゃちょーの畑を変えてやる、もっとすげえチャンネルにしてやるんだっていう熱い気持ちがあればもう最高でございます。その気持ちの面で、もう一つがですね、YouTube の経験があった人がいいなと思っております。いきなりちょっと上がったね、レベルが。はじめしゃちょーの畑一応もうすぐ3年ぐらいやってきてるんですけども、僕以外言うてやっぱりそんなめちゃくちゃノウハウがあるわけでもなく、俺が決められた時間の中で教えられることもそんな、たくさん教えましたけど、こう付きっきりでみんなに教えられるわけでもないから、そこら辺のね、もう撮影とか企画とか編集とかの知識がある人がいるとまたちょっと変わるのかなって思います。動画の経験がある方はちょっと今回俺の中では大事な気がしますね。即戦力だしね。そして3つ目、協調性です。これが難しいのが、協調性だけあってもダメなんですよね。個性とか自分の我の強さもしっかり出してほしいんですけども、まず楽しくやってほしい。新メンバーが楽しいだけじゃなくて、その周りの人たちも楽しくやってほしいから、協調性はあってほしいなと思っております。楽しくないとね、やっぱ続かないし、どんどん気持ちも下がっていくと思うんで、まずみんなと仲良くできる人がいいなって思います。この3つはとりあえず俺の言いたいことですかね。はい、まあ一つ俺から言えることは、楽しいです。間違いなく楽しいです。俺たち間違いなく楽しいんですけども、本当楽しんでるだけじゃダメだし、まあ楽しみに来られるだけでもダメだと思っています。なんなら畑をもっともっと伸ばしてほしい。一応俺の目標ははじめしゃちょーがいなくても成り立つチャンネルなんで、はじめしゃちょーの畑を俺が仕切るんだぐらいの勢いで来られてもいいと思うんで、お互いの成長につながるぶつかり合いは俺は全然ありだと思うから、そこは協調性とかではないとは思います。畑を良くするためにはぶつかり合うことも大事なんで、ぜひともそういうやる気のある方を募集しております。今回として期限が短いんですよ。今日から11月の30日、11月いっぱいまでの募集になっております。コロナの影響でなかなかこう人集めて面接っていうのもできないんで、人が少なければ直接会って面接すると思いますし、人が多かったらオンラインになる予定もあります。そこら辺はちょっとまた様子見ながら決めていこうと思います。はい、という感じでですね、もう、はじめしゃちょーの畑と言いつつ、はじめしゃちょー関係なく頑張れる人を、ぜひ。募集しております。はい、マジで詳しい話はほんとはじめしゃちょーの畑のチャンネルでちゃんと喋ってるんで、そちらをぜひご覧くださいませ。たくさんのご応募お待ちしております。じゃん。